男でさ生きてたらやっぱやりたいことやりたいっていうのはあるよね。そうだね、男としてさ誰かのために働いて結婚してとかさなる覚悟ができるまでって時間かかると思うし、彼もぐらついてる部分あるんじゃないかな多少。だから発言変わったりするのかもしれないし、ただそれで留学行って遠距離恋愛とかになったりとか、それでダメになるようなもしカップルだったら結婚をそのまましてもうまくいかないんじゃん、一緒に最終的にいるべきカップルだったら何があってもくっつくんじゃない。